しいっす。来た。この番組はパチスロの究極に迫るべく数々のミッションに挑戦していく番組である。すべてのミッションをクリアできた暁には日本を飛び出し世界制覇を目指す。第一プラザ船橋店は船橋の住宅街に突然現れる清潔感あふれるホール。遊戯に疲れた方は休憩スペースで休めるし、脇の食堂でおばちゃんにも癒してもらえます。一度行ったら病みつきになっちゃうよ。はい、おはようございます。さあ入場です。船橋抽選になりましたが、私はなんと2番の入場ということで、一般の方と合わせてどうですかね、20、30ぐらいですかね。ちょっと逆は全部入れませんでしたが、わあ、なんかすごい華やかです。久しぶりというか、新元号ですね。令和初です。令和とりあえずちょっとへこんでる凱旋、ちょっと令和初ゴッド引きに行きたいんで、ちょっとこれ行きましょうかね。はい、でーん、お久しぶり凱旋行っていきます。はい、それじゃあ凱旋今日ね行きたいと思います。言語変わりましてですね、今日は一発目の船橋ということで、さあ、凱旋来ました。最近ちょっと凱旋がめっちゃ調子良さそうなんで、船橋、まあゴールデンウィークとかでも頑張ってたみたいですけどね、40回ぐらいついてる台がボコボコあるんで、まあ好きやな船橋のお客さんも凱旋が。で、まあもう、ね、なんでしょう、言語を変わってからというよりもだいぶ前からゴッド引けない病にかかってるんですけど、今までは2日に1遍ぐらいゴッド引いたのに最近引けてないと。で、まあせっかくね、ちょっと言語もね変わりまして、すごいいいですね。なんかみんな幸せな気分になりましたね、言語変わって。ハッピーニューイヤー的な、ノリですけど、まあ、ちょっとそういったおめでたいものをね、引きに行きたいなと思います。通常カラー上がらないやつ、あれれれれ、なんか出目は良くなったぞ急に。おや、通常で、234から引いてないぞ、なんか。わお、わお、おー、一角、今一角ではないけども、あれモードアップ、なんやろうっていうところから来ました。はい、さ、赤ならかレアシンか、赤ならでいいけどね、レアシン苦手なんで赤なら引いておきますか。赤ならでいきましょう。はい、セーフセーフ、373ゲーム17本ですね。さあ行きましょう、船橋令和初赤なら。じゃあ行きます。目標100個ですね、いつも通り行きます。なるほど、なんや、なんかもうもはや何かの前兆だったっぽいが、まあいいでしょう。さあ乗せるぜ。なるほど、いいねいいねいいね、取るよ。せいや、うんうんうん、マジっこ、
波動99個おうまっさあ枠内2つもう一個いくでいい2連やりたいっすね2連3連粘れうわ伸びないいやー終わった3つですやりましたやりました OKOK はいよはいさあ、ね、いけますよまだいけますよこの3セットで、ね、ゴッドいかんとねまた果てしないことになりますんでおうさあ頼むぞ獲得枚数はめっちゃ多いんでありがたいはい獲得枚数いけつないですけど2セットで843今も350枚ぐらい取れたやば押せないいきましょうさあ赤なのの3セットですねどうなっちゃうんでしょうこのアップはい3セット終了ですはい、まあ見えてるところは終わりですんで怖いな、怖いな投資が650ですから、もちろんまくりでストックを取ったような気配は全くありません奇跡を起きなさそうはい、しょうがないというわけではいさあ、朝に天井朝に天井にビクビクしながら打ちましょうオッケー、あ、151長いっすわはい、まあでも当たりましたんでオッケーオッケーいい台です、いい台ですはい276がないふぅ14ゲームあリップさんチャンスいやはいダメでしたリップさんね無業初リップさんこいちょおーゼロ出たゼロ出ました041リップさんですすごいさあ引き見せましょういきますさあリップさんジーストが今刺さっちゃって鏡2つあチーストいきますせい3か3やめて3やめて3はいい OKOK、3はね、わざと外しましたうわー、2連続鏡2つこれはアルファベット欲しいね3回9回、おい、すごいなはい、いいよおいおい、ちょっと待って当たらないはやめてくれアルファベット来ないね1個かい最後は1個かいくそなんやねんあーこ
これチューリップ欲しいな。ナイス。さあリプさん、風吹きませんけどリプさんです。192よっ。あーない、リプ4ないんだな。この台リプ3めっちゃ来ますね。あよー、リプさん2回目、やばいっすね。これは積もってます。195円、いきます。たまたまか。2回はでかいよ。当たってないですけどね、1回目は。はいよ、外した、外しました。あ、今のは5でよかったね。 OK、 これは取る。はい、3。アルファベット来ない。はいよ、当てときました。あー、 G ストップ当てましたよ。アルファベット来ないな、しょうがない。やりました。これは非常にでかい、ね。そして持ち玉もまだ400ちょいある状態なんで、またこれでプラス1っていう、プラスマイナスで、ね、この捕まえゼロラインを上下してます。これは積もってますか。枚数こそ、枚数こそ綺麗なところになりましたけど、ダメっすね。はい、終了。単発地獄当たるのに、まあまあまあ G ストップなんであれですけどね。そっからやれないです、全く全く。だからリップさん G ストップ2回当たっちゃったよということで、もうやめらんない台です。プラマイゼロ、ほぼゼロですね。下手すぎます。はい、514。枚数はすごい立派でした、ありがとう。2セット657。うわー、あっちい、あっちいっす。来た、よいしょー、3出ました。今日一のチャンスです。お願いします。あ、ドキドキしてます。あー、笑った。もう無理、もうないよ、もう来ないよ。レイクリップ220。いやー、いい流れだったんだよ。結構ちょいちょいレイアップ来たりね、まあ、当たってくれてたらまあまあまああれですけど、御の字ですけども、確定薬来ていい流れだったな。なんでかな。おう、フェイクリップの1ゲームですよ。7止める。あー、鏡来てる。437ゲーム。なんやねん。39、あ、やられそうです。39本。そう、どうやったら伸びるねこれ。終わった。ドキュメンタリー339枚。
そう。神様。はい、実戦が終了しました。お疲れ様でした。今日は積もりましたね、もう設定を、はい、出玉が出たかどうかっていうのは、まあ、ちょっと二の次かなと思いますんで、まあ狙いがね当たったかどうかっていうところが重要かなと思っております。はい、というわけで、回戦をやってきたわけですけども、言い訳から入りますね。設定は ありました、絶対ありました、はい、ただ、ね、やっぱり引ける人とそこでやれない人がいます、はい、やれない人は私です、はい、というわけで、今日はですね、凱旋朝から、まあ狙ってね、久しぶりにというか、まあ、令和のね言語が変わってからの、ゴッドをちょっと引きたいなと思って、チャレンジしてきましたが、リプさんの G ストップがね2回も当たるということで、高設定じゃないでしょうか、はい、投資が、2250枚、回収が0枚ということで、はい、まあ、出玉はね、まあ、置いといてですね、はい、いい台打つことができまして楽しかったです、はい、前向きになってないとですねやれないですね、やっぱりパチスロっていうのはね、まあ、これの繰り返しですから、はい、まあ、ちょっと次はちゃんと設定あれ台はちゃんと出せると、ね、出す回も来るということでお待ちいただければと思いますが、はい、まあ、店内はね、まあ、結構やっぱり各機種に、設定がありそうな感じで、まあ凱旋もね、ゴッド絡んでですけど箱を積んでますし、まあ、絆も安定、そして、まあ、6号機がね結構 5.9 号機ディスクアップも増大してるんですけど、6号機、まあ、結構力入れてるみたいで、まあ、リゼロが、毎回ですね、毎回来るたびに3分の1 3台あるんですけど、3分の1が、ね、高設定なんじゃないかなって、ちゃんと出玉ついてまして、私もリゼロ打ったね積んだことはあるんですが、まあ リゼロも良かったですし、番長3もまあ何で出たか分からないですけど、結構箱積んでる台があって、あとは窓かもそうですね、2分の1以上プラスで終わってますし、サラバもそうです、はい、というわけで、あるにはあるんですね、設定あるにはあるんですが、なかなか積もれない、出ないというのは、ね、しょうがないと思いますが、はい、まあ、ちょっとまたもやゴッドが引けずね、縁起物と思ってですね、今日は、ね、一発引いてやろうと思ったんですけど、残念です、はい、2回引いてる台とかありましたけどね、はい、変わってほしかった、はい、というわけで今日は、見どころ、うん、見どころはおのおの皆さん、そうですね、胸に問いかけていただければなと思います。というわけで今日はこの辺で、帰りたいと思います。負けても飲んで帰るのが私ですんで、はい、ちょっとね、負けた時こそですね、気晴らしにがっつり飲んで帰りたいなと思いますんで、皆さんまた次回、ね、ご期待いただければと思います。というわけで、はい、本年もよろしくお願いいたします、うん、この挨拶で合ってるのか よく分かりません。ありがとうございました。